はい、皆さんこんにちは、山崎です。今日はですね、もう見えちゃってるんですけど、こちらラッドシューズです。このラッドシューズがイベントをするっていうことなので、今日は皆さんにその詳細をお伝えしていきたいなと思います。このイベントね、今回はもうめちゃくちゃ面白い内容盛りだくさん、激アツイベントとなっておりますので、皆さんぜひ絶対動画最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは紹介していきたいなと思います。今回もね、用意していただいた資料があるので、こちらを読みながら、こういう紹介動画すごい僕は説明が下手で苦手なんですけど、頑張っていきたいと思います。ではいきます。以前僕の YouTube で紹介したラッドシューズの浅草ショールームのみで展開している取り組み、ザ・ファイブカウント、この取り組みを今回は浅草を飛び出して、どこだと思います皆さん。行っちゃいますよ。神戸にあるセレクトショップタイガースブラザーズさんで2日間イベントを行います。日程言いますよ皆さん。今すぐスケジュール帳をですね、開けてボールペンを用意してですね、行くっていう印をつける用意をしてください。じゃあ言います。日程、12月の4日土曜日、12月の5日日曜日の2日間イベントを開催します。その名もザ・ファイブカウント in タイガースブラザーズということで、神戸にラッドシューズが来ますよ。で、そう、さっきも言った通り、ザ・ファイブカウントという取り組みを僕の YouTube の方で以前紹介したんですけど、そちらを見てない方のために簡単に説明します。この取り組みは、お客さんは自ら、フォーインのコード盤を選んでいただき、コード盤の革を選んでいただき、この革を使ってラッドシューズのリドリ、これですね、リドリを作る。で、タイトルでもある5カウントというのは、毎月5足5人のお客様限定の取り組みになります。簡単に説明すると、ラッドシューズの浅草ショールームに、革が、フォーインのコード盤が展示されています。これをお客様が実際見て、色の感じだったり、ムラ感だったりを確かめて、じゃあこれにします。と決めて、リドリーを作る。で、その数が5人限定の取り組みっていうのが、ザ・ファイブカウントという取り組みですね。これが今回浅草を飛び出して神戸のタイガースさんで行います。で、今回このタイガースさんで行うザ・ファイブカウントは今までと違う点が3つあります。まず1つ目、2日間で10足に増やします。いつもは月5足限定ですが、今回は2日間イベントを行い、1日5足ずつ2日間で10足までに増やしますということです。なので単純にそうですね、今までの5カウント浅草ショールームでやってる5カウントより見れる革の枚数が多いです。なので、こう本当にね、コード盤、コインのコード盤って一枚一枚こう表情が違ったりするので、実際にこう目の前でこう革を見て、こう手に取ってこう見て選んでリドリーを作れるっていうのが面白いところですかね。で10足まで増えました。これがまず1点目。そして2点目、ここも激アツですよ。ハンドソーモビルテッド製法のオーダーも受け付けますということです。すごいね。通常の5カウントはグッドユア製法で作ってますが、今回のイベントは2日ともラッドシューズのディレクター川村さんが売り場に立ち、1組ずつ接客します。で、コード盤の革を選んでいただくまでは流れは一緒ですが、グッドイヤーで作ることもできますし、ハンドソーンで作ることもできます。で、イベントには両方の製法のフィッティングサンプルを用意していますので、試着していただき履き心地を確認して決めていただけますということで、これね、ほんとなかなかこんなことはないと思います。グッドイヤーとハンドソーン、同じ木型を使って同じデザインで同じ革で履き心地を確かめれるっていうのは本当多分なかなかないですね、こんなこと。なので、どっちがこう自分のこの履き心地が好みかっていうのを履き比べて選ぶことができますし、何よりラッドシューズファンとしては、ディレクター川村さんが一組ずつこうフィッティング接客していただけるっていうのが、僕は嬉しいポイントなのじゃないかなとも思いますね。で、そう、あ、そうだ、グッドユアとハンドソーンの金額ですね。グッドユア製法の場合は、革底、ビルドライトヒールの使用のみとなります。金額が99,000円。税込み99,000円です。そして、ハンドソーンも一緒の使用でやった場合だと、3万円金額が上がるので、ハンドソーンの場合は、13万2000円です。税込み。13万2000円。これ、皆さんどう思いますか？その、安いだろうってさ、その9万9000円とか10万円くらいが、なんか、安いってどうなったっていう、まあ、僕もその金額は高額だと思うんですけど、こだわって作ってる木型とか、デザインとか、まあ、パーツ、あとは素材、コインのコード盤使ってるし、それを踏まえた上で僕はなんか、すごいな、この価格、と僕は個人的に思いますね。そして、3つ目。いつもと違う点。3つ目。ここ重要です。最後。
山崎が行きますこれ川村さんが用意してくれた資料なんですけど、3番エンタ山崎さんが来ますっていうのを一番最後にしてくれてるんですけど、僕これ大丈夫かなって思いながら今読んでるんですけど、そう、僕も当日行きます。で、何しに行くの山崎ってことなんですけど、今回読んでいただいて、僕がラットシューズのフィッティングをこうするっていうことはないんですけど、ラットシューズのこの革底仕様の時にこのスチールハーフラバーシールとかトライアンプとかオーダーいただいた後に、これも要望があれば僕これ担当させていただいているので、そういったご相談だったりとか、あとは履いてる靴とかでこういう修理できますかとか、まあ、履いてない靴でもこういう靴持ってるんだけどこういう修理できますかとか、その修理の相談は聞きますので、ぜひ相談してください。そうですね。基本的に当日修理の受付、そこでお預かりして修理っていうのはできないんですけど、そういう修理相談みたいなのはお話聞きますので、ぜひ、会いに来てください。僕とカメラマンハルピョン、二人で広島から参戦しますので、ぜひよろしくお願いいたします。で、そうですね。この5カウントっていうのは、このリドリーっていうデザイン限定でオーダーできる取り組みなんですけど、このリドリーをね、見てもらいましょうかね。これが履き込みサンプルみたいな感じで、1ヶ月履いて磨き屋さんで磨いてもらったサンプルになります。こっちが新品ですね。両方とも同じナンバー8でバーガンディですね。赤茶みたいな感じ、こんな感じ、めちゃくちゃかっこいいですよね。リドリーはやっぱこれ木型なんですけど、 168M っていう木型なんですけど、もうね、ほんと木型を見たらね、ほんとドレスの木型感じで、なんですけど、使ってるパーツだったり、このステッチの太さだったりとか、カジュアル感を出すのがすごい、カジュアル感を出すの、カジュアルなテイストをミックスしてるんですけど、そのバランスがすごく絶妙で、なんですごい幅広いスタイルに対応できる革靴かなって思いますね。ちっちゃいところを見ていけば、いろいろこだわってるところってすごいいっぱいあるんですけど、パッと見た時の雰囲気もすごいやっぱり、まあ、そういう小さなところのこだわりがやっぱりパッと見た時のその靴のオーラだったり印象だったりすると思うんですけど、めっちゃかっこいいと思いますね。ごめんなさい、僕の言葉のレパートリーのなさからあんまり伝わらないかもしれないんですけど、当日本当に見てみてほしい、このリドリーを。木型もね、すごいこうこだわった木型でね、頬のこの立ち上がりとかね、あと踏まずのところのこのえぐれ感とかね、スケジュール合う方はぜひね、こう履いてみてほしいなと思います、このリドリー。で、当日の流れですね、ざっと説明するとですね、まずさっき見ていただいた通り、カバーが当日ずらーっと並んでますので、これをお客様が選んで決めていただきます。そしてフィッティング、サンプル靴を履いてサイズを確認する。同じ木型サイズでもグッド野生法とハンドソン製法は少しサイズ感が変わりますということなので、そのちょっとサイズ感の確認ですね、グッドヤにするのかとかハンドソンにするのかとかをフィッティングサンプル履いて川村さんと相談しながら決めていくと。で、ソールの仕様を決める。スチールとかハーフラバーが要望であれば僕に相談していただければ、ソール仕様も決めれますし、グッドイヤーはレザーソール、フィルトライトヒールが基準装備なんですけど、ハンドソーンの場合はですね、ヒールのパーツとかをですね、選ぶコツとかができたりするので、それはぜひ川村さんにですね、相談しながら決めてみてください。で、見積もりで納得していただけたら、そこで内金として、税込み 33,000円をお支払いしていただくと、当日内容となっております。で、今回この取り組みはですね、一組ずつ川村さんが接客するので、アポイント制となっております。で、ご連絡先はですね、ラットシューズの公式 LINE から予約することができますので、概要欄の方にラットシューズの LINE の方貼っておきますので、ぜひそちらから当日の予約状況だったりとか、あとはこの動画で僕が伝えるのがちょっと、ただわかんなかったところがあれば、聞いてみてください。LINE の方から。できることとかできないこととか、いろいろ不明点があれば、LINE の方で質問は答えますということを川村さんが言ってたので、言われてたので、ぜひ問い合わせてみてください。当日のですね、タイムスケジュールというか、はここに画像で貼っておきますので、参考にしてみてください。そんな感じですかね、全部。で、今回この動画の前にですね、ラットシューズの公式のアカウント、インスタグラムのアカウントの方で、川村さんがですね、ライブ配信で、この、今回のタイガースさんでのイベントの詳細をライブ配信で流してると思う。アーカイブに残ってるので、そちらもぜひチェックしてみてください。僕より詳しく載ってるので。ざっと内容はそのような感じとなっております。で、ここに書いてある通りですね。そう、今少しずつコロナも落ち着いてきて、
少しずつねコロナも落ち着いてきて、前から希望だった浅草以外でのイベントが実現できました。予約なしでもコードバーンの川を見たかったりとか、このリドリーをですね見たかったら、ぜひ予約なしでも見に来るのとかはできるので来てくださいということで川村さん書かれてます。そうなんで、ラットシューズファンとして川村さんに会って見てみたいとか、山崎を見てみたいとか、そういうことがあればですね、皆さんぜひタイガーさんの方に遊びに来ていただけると嬉しく思います。僕もですね、 YouTube やり始めて初めてのこういったイベントに声かけていただいて、実際広島を飛び出してですね県外でやってみるので、本当にこうなんだろうな、未知でどうなるかなっていう不安もありながら、もうやっぱ楽しみで、そうなんかこういうのをやってみたいなってずっと思ってたんですよね。でそう思ってる時にラットシューズのこういったイベントに混ぜていただけて、本当にねありがとうございます。自分が参加させていただくからには、このイベントがですねやっぱ盛り上がっていってほしいなという思いがありますので、もういつも YouTube 見ていただいている皆様、山崎広島を飛び出していきますので、ぜひ会いに来てください。僕は多分当日ですねタイガースさんの方で初めてのイベントっていうこともあり、人見知りもありで、おどおどこうなんか僕がしてると思うんですよね。なんでぜひなんかこう話しかけていただけると嬉しく思います。チューリの本当相談もだし、なんか本当に全然話しに来ていただけるだけとかでも僕は嬉しいんで、ぜひ本当に当日お待ちしております。本当によろしくお願いします。このイベントがですね、成功のなんだろうな、あれが難しいんですけど、今後こういうイベントもですね僕やっていきたいなと思ってますので、僕が参加するからには成功させたいので、皆さんぜひお力を貸していただきたいと思います。よろしくお願いします。大丈夫かな。いや本当こういうの難しいわ。いっぱい伝えたいことはあるんですけど、とにかくまあ会いに来てっていうことですね。会いに来てくださいということです。よろしくお願いします。最後にラットシューズの今までのお客様でオーダーいただいた方で画像をですね川村さんの方からいただいたので、そちらもぜひ見てみてください。こんな色のコード版でリドリーだったらこんな感じなんだとか、多分イメージが湧きやすいと思うので、ぜひそちらを見てみてください。それでは心配ではありますが、皆さんよろしくお願いします。ペンタの山崎でした。ありがとうございました。